私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節と20節。私は信仰を持ってすぐの頃、自分を十字架につけることに躍起になっていました。クリスチャンらしくない自分の思いを、行為を反省し、神様に許しを乞いながら、頭の中で自分を十字架に釘付けにするイメージを繰り返し思い描いていました。そしてその度に十字架に死んだはずの自我が、十字架の上で死にきれずにピクピクと動いているイメージが頭に浮かび、何ともおぞましいものを見るような絶望感にとらわれたものでした。そんな時、台南宣教会の広牧師の一言が私を救ってくれました。十字架に死にきれない自分を思うと、本当に死んでしまいたくなると打ち明けた私に、広牧師は、十字架は道なんですよ、歩き続けるのですと諭してくださいました。それ以来、私は十字架に死にきれない自分に絶望することがなくなりました。私たちは肉体を持って生きている限り、肉体的な弱さから全く解き放たれることはありません。しかし、それはむしろ感謝なことなんです。なぜなら、私たちは弱いからこそ、イエス様と共に歩むしか生きていく方法がないと知ることができるからです。私にできることは、私のために十字架にかかって死んでくださった神の御子イエスの愛に震える思いで感謝しつつ、自分自身をイエス様に全く明け渡し、イエス様に抱きかかえられながら残された地上生涯を歩んでいくことだけなのです。そうです、私は十字架の道を自分の足で歩むことすらできないのです。自分の足で歩いてしまったら、またあの醜い自我が出てきてしまいます。ですから、私は何をするにしても、私ではないのです、イエス様ご自身が成し遂げてくださいますようにと祈ります。そして毎晩寝る前には、ただただイエス様感謝します、イエス様感謝しますと心に捉えながら眠りにつきます。そんな私をイエス様は抱きかかえながら日々歩んでくださっているのです。お祈りしましょう。イエス様、こんなに足りない、そして失敗の多い私を愛し続け、天国でお会いできるその時まで導き続けてくださることを心から感謝します。このお祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。